14番目に登場でございます。岸和田市立岸木中学校、川西市立川西南中学校からのエントリーです。リリックをどう表現するか、細かいところの雰囲気をどう伝えるかにこだわりました。2人の個性を生かしつつも一体感が出るように練習しました。ファイナリストに残れるよう頑張りますとのこと。それでは参りましょう。ジャンルは R&B の2人組、それのはいやー、というわけで2人ね、がっちりこのステージに見せてくれました。